チェンジの時ガンサバイバーストーリーおはようございます八木崎ですガンは日本人の二人に一人がかかると言われる身近な病気ですこの番組ではガンと戦う皆さんとともに今と未来について考えますガンと向き合う中で気持ちを前向きに変えることができた瞬間チェンジの時についてお話を伺います この番組は小野薬品工業と日本対岸協会の提供でお送りいたしますゲストの方をご紹介しましょう前回に引き続きまして古美術店経営者で古美術鑑定士の安高知真美さんですおはようございます、はい、今週もよろしくお願いいたしますしお願いいたします 安子内真美さんは99年に肝内胆管癌であることが分かりまして肝臓半分と胆管の大半を切除する手術を受けられていますその後順調な経過をたどっていた中で再び異変が起きたんですね、はいはい、いつ頃だったんでしょうかちょうど5年手術をしてから5年目、はい、あのそろそろ病院も一つ区切りかなっていう時に次は どこだったんでしょうかあの最初首のリンパが腫れているのに気が付きまして、はい、翌月に5年目の検、まあ、診みたいなことで病院に行くようになっていましたのでちょっと腫れてるけれども、うん、いいかなと思ってあのそのままにして、まあ、病院に行きましたら先生があれっていう感じで「知備、はい、院高科の方にちょっと行ってみてくれる?」って。 ということで,そ,の同じ病院内のでそこで検査をしてでどうやら再発ではなさそうだねというふうに言われたんですがその後にそに血液内科の方にちょっと行ってくださいと言われまして、はい、で血液内科に行って検査をしてそうしましたら ATL ですって言われたんですね。ATL って、まあ、全然分からないわけで T 細胞型白血病っていうふうなご自身のお気持ちとしてはどううだったんでしょうかこれまた「えっ?」ていう感じで「あなた九州の人」って言われたんですねその最初病名を告げられた時に「はい」はい、って言ったら「やっぱり」みたいなことで,で九州、まあ、南の方に多い白血病なんだった、はい ってて言われまして<ー>そんなものがあるんだっていうところで、まあ、嫁1年ぐらいいかななみたたことを言われましたあのお医者さんの言葉ってずっしり来ると思うんですけれどもまたそんなことをそんなトーンで言わないでくれるっていうのを今旗から聞いてるとそういうふうに思うんですがいかがでしょうか。 すんなり受け取れる人はいないというか受け入れられる人はなかなか、ね、いないと思うんですけれどもそ、うん、そんな感じででしたそうですよね <laughs>、はい、のイメージ安河さんってあんまこう感情をすごくこう出されるような感じではないように見受けられるんですけども、はいはい、とはいえがんだったり余命などっていう言い方をされるということは、はい、相当こう負担が大きかったようにも思うんですけどもお気持ちとしてはいかがでしたでしょうか。はい まあとにかくその時は聞いた時は1人で行ってましたし実感が湧かないというかその受け入れられるような感覚ではなくてまあでもうちに帰ってなんか涙が出たのは,はい覚えてますね泣いて。 ようなはい、そうですよ、ねはい、ただその転移ではないっていうところでまた本当に別のウイルス性の白血病があるっていうのは、はいはい、今ラジオを聞いてる方も初めて知ったっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、発症はしないんだけれども持ってる方がまあ九州には多いということなんですかそそ、はいはい、そうだそううだでですああそうですか人、まあ、人に1人 発症するかどうかみたいなことを言われまして、母乳感染が多いんですね。ですから、私たちも委員会でやってます。けれども、九州は子供が生まれた時に、お母さんがそのウイルスを持ってないかどうか検査をしてで一時期あげなければ大丈夫なんだそうです。ミルクにしてですね。ですからそういう啓蒙。 活動を、その病院の方で、やるように、だいぶなってるようですけれども。ああそうですか。はい、知っていると予防がもうできる。はい。そうです。そういうことですね。はい、その、リンパが腫れるっていうのは一つ症状として、出るんですか。のようです。あ,あ、そうですか。はい、何か自覚症状はリンパが腫れる以外には、あったんですか。いえ。ありませんでした。はあ。うどういう治療が行われたんですか。 ま,あそこでまたあのこうなことに別の友人が九州に多いんだったら九州の方が症例が多いんではないかということもあって調べてくれて鹿児島もその患者が多いんだそうですけれども鹿児島のある病院を探し当ててくれましてそこに行こうという話に なりました。お友達に恵まれてらっしゃいます。ラッキーですね。はい、それは。で、人生の本当宝ですね。そうですね。ねはい、そして、九州のその鹿児島の病院に行かれまして。はい、そこに入院することになったんですか。はいえ、私はあの福岡の方に。北九州に家族がおりましたので。そちらに入院がいいんじゃないかということで、もうその日に。ベッドを予約してくれて、その鹿児島の先生が。はあ、はい。で。 東京のその最初に atl だと診断した先生にも連絡を取って治療を出してください。というのを言ってくださったんです。あ、そうですか。<laughs> 具体的にはどういった治療が行われるんですか？<laughs> まず、抗がん剤で骨髄の白血球の数を減らす、はい、で、そこに骨髄移植なんですけれども。 今ミニ移植というのがその当時はできてましてドナーの骨髄から注射で4時間ほどかかるんですけれども片方の腕に注射器を刺してもう片方からその血液を出してでそこから必要な組織だけを取って残りはまたドナーに戻すというような形で。 あの全血液を全部取らなくてもいいのと。あ、そうなんですか。で、それを冷凍保存しておいて、私のまあ要するにその患者の体調がベストな時にそれを入れるという移植方法。えー、あ、そうですか。うん、ドナーの方の負担がある程度はまあ少ないっていう、ね。大分少ないですね。す普通だったら骨髄取るのにあの全身麻酔をしなきゃいけないんですが、<ー>それはあの麻酔なしで。 ドナーさえちゃんと見つかればある程度負担のない、ね、少ない形で移植ができるということですね。はいは骨髄バンクで探して全くゼロで兄弟を調べて兄が6分の6だか、はい、完全一致ということで助かりました。そう ですね。はい、あのこう6分の6って言うともうなんかこうすんなり入ってくるっていうイメージがあるんですけど、実際はそうではないんですが、ある程度こう体の反応があったりとか大変なこともあるんですか？はい、あの、もちろんあの拒否反応が出るのは出るんですけれども、うん、とても重い拒否反応というまではいかなかったのかなと思います。<ー>ただ、やっぱり抗がん剤もやりま。薬もいろいろ飲みますので、肝臓がだいぶ、うん。 やられてあのその後ちょっとしんどかったですけれどもお兄さんとどういう話をされましたかいやあのこれ言うと泣いちゃいそうなんですけども、はい、あの兄がその調べる前に「いや俺のが絶対合うから安心しろ」<laughs> <laughs> もう根拠ないけどもう俺が助けるみたいな。お <laughs> やっぱり家族の励みというか家族の存在というのは大きいです、ね、そうですすねねそうあのチェンジの瞬間なんて言いましてこう気持ちを前向きに切り替えることができた瞬間など伺っているんですが安河チさんにとってはやはりご家族ですかまあ本当にあの家族と友達それからまあ先生にも恵まれたなと思いますのは。 1>, 1回目の肝内胆管癌の担当の先生とは ATL になった時に結構数字で何パー生存率何パーセントとか出ますでしょ、まあ、生存率助かるのが1%だとしてもいやしい「安河内さん1%だから大丈夫だよ」って言ってくれて、はい、<laughs> とにかくそちらに目を向けるようにダメな方じゃなくてあのいい方に。 っていうことを言ってくださったり、やっぱり言葉に随分励まされました。 そうですね1%しかないって言われるのと1%あるんだ1%もあるっていう、うん、そ同じ、ね、1位ですけどどういうふうに言葉をかけられるかっていうのは大きく左右しますよね今まさに闘病されてる方もいらっしゃるでしょうし家族を支えてらっしゃるっていう方もいらっしゃると思うんですけれどもやっぱりいい方に目を向けるっていうことがメッセージになりますか 絶望的に見えても絶対道はあると信じてやるべきことをやってそれでダメだったらもうしょうがないじゃないっていうとちょっと冷たいですけれども後悔はし後悔をしないというかそうですね、うん、そうやって本当に大きな病気2つも乗り越えられて元気にって言ったらおかしいですけど輝いてらっしゃいますね。はい <laughs> あの相変わらず楽しめてます。<laughs> はい、一段と楽しめるようになったみたいなところはあるんですか。そうですね。ありがたいっていう思いがベースにあると、うん、やっぱり楽しみ方も不満はあんまりなくなりますよね。はい、そうですう、うん。生きてるだけで、うん、いいよかろうと。うん、<laughs> はい。いや今日も元気をいただきましてありがとうございました。貴重な話たくさんありがとうございました。した安しコーチマミさんでした。ありがとうございました。 お送りしてきました「チェンジ」の時、ガンサバイバーストーリー。番組では皆さんからのご意見や感想をお待ちしております。メールアドレスは「チェンジ」c h a n g e アットマーク a b c 一ゼロゼロ八ドットコムです。抽選で番組オリジナルクオカードやガンサバイバーを支える一冊、ガンのハテナに応える本、ガン相談ホットラインに寄せられた百の質問と回答をプレゼントいたします。 この本はがん患者や家族の支援などを目的にした本で日本対がん協会が運営する無料電話相談がん相談ホットラインに寄せられた相談をもとにした100のテーマとがん予防に関わるデータを盛り込んだ付録で構成されていますまた今日のトークの様子は LINE LIVE 公式アカウントそして ABC 公式 YouTube で動画配信もしています番組ホームページでは過去のアーカイブもご覧いただけますこちらもぜひチェックしてください チェンジの時ガンサバイバーストーリー来週は落語家の立川男昌さんをゲストにお迎えしてお送りしますお相手は八木サでしたこの番組は小野薬品工業と日本対岸協会の提供でお送りしました